さて、出かけるか。ちょっと打ち合わせで。打ち合わせでかけます。今日はいつものラジオ番組と違って先日納車されたフォルクスワーゲンゴルフの記録用で撮影してるだけですので、車に興味ない方はスルーしちゃってくださいね。僕のフォルクスワーゲンゴルフでございます。これが鍵。これ後日ね YouTube にアップしようと思ってるんだよね。結構ね YouTube で調べたんで、本当自己満足だね。当初で予算がだいぶ伸びてしまって、先日乗ってたフォルクスワーゲンポロが壊れて早1ヶ月、1ヶ月近く車ない生活を送りましたけど、やっと来ました。今日で9日目です。まあ、先週は福島とかでも行ったんで、なんだかんだでもディーラーで納車されてからもう1500キロ以上、1500、2000キロぐらいしちゃったのかな。色もですね、色もポロと同じトルネートレッド。これ便利なのはね、これ鍵なんだけど、これ、まあ、通常のラク開くんですけど、これね、なんとね足元照らすんだよね。これすごくない？足元照らすんだよね。まあ普通にこの鍵で閉めると、ウィンドウも、照らすんですけど、これもねキーレスエントリーなんで、これ実はねこの辺りをねもう扉触るだけで開いちゃうんだよね。これすごいよね。でこれで運転席に座ると、まあ、ブレーキ踏んでエンジンボタンを押します。ライトモードなんで、これはいいよね。でちょっと長く乗りたいんで、ちょっと奮発してね、ちょっと音がうるさい。ドライブレコーダーと、もう法定速度を超えて走らないんだけど、レーダーもつけました。これで、東北行って知らない地域行っても大丈夫と、いうことです。でこれねオートマチックなんだけど、実はマニュアルでね、あれなのよ、これあれなのよって言い方変だけど、まあ、サイドブレーキはこれなんですけど、サイドブレーキ解除してクリープ現象っていうのがないんだよね。これアクセル踏んで初めて走る。これ結構便利よ。でドライブに入れると、まあ、ドライブに入れました。で進めるとアクセル踏むと普通に走る。でいわゆるオートマのクリープ現象がないんだよ。進んでっちゃうんだよね。でしかもアクセルをね、なんだろう、踏まないと自動的にサイドブレーキがかかるっていうね。まあなんて便利なんでしょう今の車って。びっくりしちゃうね。もちろんこれもついてるんだね、バックするときのね。
これ結構正確、夜でもかなり明るくねつくので、まあサイドをかけてちょっともう一回外回りを。でこの動画はね後日 YouTube にアップしようと思ってね、こんな感じ。ライトもバイキセノンなんで結構明るいです。オプションが結構ねがっつりついちゃってるんで、思いのほかかかっちゃいましたけど、こんな感じ。そろそろ打ち合わせ行かないと。でこれ何がすごいってね、今これ音楽が、まあ、著作権の関係でちょっと流せないんですけど、ビートルズがかかってます。ビートルズ、これね iPhone の中に入ってる曲と Bluetooth で連動して、車の中に入ってエンジンをかけるとなんと iPhone とつながって曲が流れるっちゅう、なんて便利なんでしょう。で曲なんかもここのハンドルのところについて、これで曲を送ることもできるし、これでビートルズ、ボンジョビ、浜田翔吾も入ってます、ポール・マッカートニー、あ、やべ、浜翔、曲著作権があれなんで、何せここでねできちゃうし、電話もねこのハンドルで全部かけれちゃう。すごいね今の車って。これはね、ほんとすごい。今日はですね、使ってみてちょっと便利だったなって思うことを言いました。次回はですね、ACC という、クルーズコントロール、高速では9割、アクセルもブレーキも踏まないで、福島まで行きましたけど、これかなり便利でした。電話か、あ、鈴木さん電話かけるめちゃくちゃ便利。ほら僕電話が多いじゃない、ちょっとライト消しとこう。これはねすごい便利よね。自動同期して 車の中に全部番号が自動的に同期されるんで、これは本当に便利。ポロの時とは明らかに違うね。ポロの時とは違う、もうハンドルで出てきちゃうっていうのはやっぱりこれはもう秀逸で、音楽もハンドルメーターのところに出るし、これはねちょっと僕にしては奮発したんだけど、買ってよかった。やっちゃありがとう、セース乗ったよね。そうで、なんとですね、僕基本的にクレジットカードは持たない主義で、基本的には現金主義なんですけど、せっかくこの車 ETC のもついてるし、まあ、前のポロもついてたんですけど、ETC カードも作りました。これからはですね、高速は夜ですね、大体遠くに行くときは夜中なんで、30% 割引を使えるという、生まれて初めてクレジットカードを作りました。最高だねこの車、汚さないようにしないと。これほんと便利。それで、まあ、エンジンはこれで止める。でこれがクルーズコントロール、まあ、これ YouTube 上げるようなんで、次回ですねこれをちょっと触ってみようかなと思うんですけど、ああ覚えそうだよね。ああ大丈夫大丈夫、洗車したけど、今日洗車したけどね、また雨降っちゃって。そうで、ライトはこれオートライトなんで、オートライトがついてます。でも触らなくていいよね。ほんと自己満足だねこれ。あとなんて言ってもこれやっぱ仕事用に使うもんで、後ろの席が広い、めちゃくちゃ広いのよね。174センチの僕はね、あ、これ明かりがつかないと分かんない、
もうね、これだけ開いちゃってんだよね。これはね、お客さん用にはいい。ポロではちょっと狭かったからね。うん、これはいいですよ。まあ今日はですね、納車されて9日で感じたあの便利なことについてちょっと触れてみました。これ完全に自己満足の動画で、これ後で保存かけてね、あの YouTube にアップするんですけど、便利で、ここのなんだ、これステレオじゃなくて、実は車の設定とかも全部できるようになってます。まあ何せね、この今までと違って、まあ今までもポロの時 iPhone でやってたんだけど、もう自動同期なんで、あのもう CD を持ち歩かなくていいという、僕 iTunes、 あの Apple の Apple Music が入ってるんで、もう使い放題、最高ですねこれね。で曲もね、これがすごいなと思ったんだけど、もう行かなくちゃ。まあ僕の好きなラウドネスっていうのはあるんですけど、これなんとですね、あ、今日帰っちゃった、やべ、アルバムジャケットまで出ちゃうっていうね。これ Bluetooth で繋がってんだよね。さて、自己満足の動画そろそろ終わりたいんですけど、よろしいでしょうか。これね、 YouTube にあげます。今日のお題は、納車されて9日で便利と思ったことですね。はい、もうあのキーをポッケに入れとけばもう全部できちゃいます。これほんと便利、 iPhone と車では便利だね。さて、では打ち合わせに向かいます。